m 1>, 1月、広島市により設立された旧制専門学校。略称は、広島市高専と区別して単に、市高専とも、1945年の米軍作成の地図、図中元裏の沖の北方面に、高地、校舎が確認できる。市高専は、広島市篠ノ目町653番地の広島市立第一工業学校内に併設され、 廃校までこのコーチが維持された。後地には、その後1954年に県立広島商業高校のコーチが移転してきたが、1960年に同校が広島市江場町のコーチへ復帰した後、1964年に私立広島工業高校が移転、現在に至っている。1945年8月6日の原爆投下に再始。 爆心地から約3 1トル離れていた、飛行線は木造校舎が中破するなどの被害を出したが、全般的に施設の損害は軽微であった。また当日は、篠ノ目町の校舎で授業が行われていたため生徒、教職員の犠牲者も禁症であると推定されるが、1945年中の被爆死者数は生徒、教職員とも不明である。ありがとうございます。